やばい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 これ俺俺これ俺これこれこれそれクナイ投げたい。侍か。クナイ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 はね、難かったよ。クナイむずいっすよ。やクナイはむずかったよ。バキウカ。あ、危ない。あ、やばい。もうバキウカに投げられてる。シュッ。バキウカ。そんなに。うわー。もし助かった人いる？あ、ちょっと、あの、クナイ投げてきたから逃げました。トリピーさんがずっとシュッ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 って言ってました。あ、4本刺しました。お前も言ってたの？同じことやってる。いや、俺に本当に、僕もスナさんに4本目って言わないよ。どうしようかな。あーエンジンルーあースネさん会っちゃったねあなおみゆかおみゆだ直すことがバケユカが、あ、で私直そう。公明かは、死んでない。公平公平死んでない公平死んでない。A ボタン。死んでないね。フルコンさんがトイレにこもってました。怪しいね。ヨーコだ。いや、待って。いや、ちょっと。え、トイレにこもってる人とそれ勝手に開けた人、絶対開けた方が悪くない。逆にやって悪くない。そう。トイレに入って扉が閉まる前に、トイレ掃除を済ませないやつは怪しいんだ。じゃあ次のこもってただけだ。次のサボナス当番ね。さんは全然。分かった。直す直す。分かった。はい。おかしいね。あでも今バキウカ直したよね多分。そう。僕は陽子ではないです。確かに。バキウカは直したんです。砂雨さんかと思った。いや自分が多分直る前に直ったんで多分バキウカっぽいから。僕が最初にいたからね。なんて言ったって。そう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 。でもこれ直すの下手くそだからな。オニキ、オニキのためだけのトイレ。つがいたような気がするけど他忘れた。あ、6つ。時のディスってのは光る。聞かなかったことにしよう。テイドくん、あ、テイドくん撃ってる。テイドくん撃ってる。テイドくん撃ってる。俺避ける。俺避ける。こいつは絶対に今クナイを撃ってる俺に。オッケーオッケー。やばい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 。これこれこれ。やばい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 。これこれこれ。これこれこれ。それ。食べるだけで強いよな。死ねば死ぬ。うおお！めちゃめちゃいっとる！めっちゃ死んどるやん。死んでる。これはいったなだいぶ。めちゃめちゃいったな。これは完璧。これは侍だろさすがに。いやまあそう。侍か。侍の一発結構立ってたからまあ。まあまあ確かにね。どうなの？区内でいっぱい行って普通に一人殺してる可能性もあるけど。目撃情報がそもそもないのか。いや、あのキッチンでフルコンさんもバケユカさんもトリッピーもいたはずですキッチン付近キッチンおねこのターン際全員疑惑はじゃあ回転切りじゃんそれを置いてじゃあ最後にそっちの方向から来たマオさんと一緒にあのなんだっけミーティングに行ったって感じです最後にそっちから来た原田が怪しいです僕はずっとカメラを回していてエンジンルームから原田が来たのを見えていますアドミンずっと見てて右に出てっただけなんで
回転アドミンの情報がずっと見てた割には情報が薄くない。もうちょい覚えもうちょい覚えてないんだよね。でも3人とかずっと見てたらおかしいだろうがよ。あのトイレのトイレじゃねえ、シャワーの中に砂ザメ無痛7コマオでいるのね、いたのね、確かいたね、いたで右側の貨物で竹鬼木湧いてて、寺田さんも貨物脇だったと思うけど、新札の貨物がいいのね。なのでこの時点で多分関われんのが畑迫原田にきしか左側だったら皆さん、砂ザメさんがワンチャンぐらいで、砂ザメさんがわかんないですけど、ザメにきってあれシャワーのとこいたでしょ。あ、シャワーいたいたいた、ずっと俺と一緒にずっといたから多分ないと思う。か畑原しかシャワー赤いばたりだから、そっちの方畑迫は原田よりも先にエンジンルームを左から右に抜けてて、そうですよ、俺ペコラップみたいなのが来ましたね。その後原田がペコラップみたいな。まあだからそのキッチンだとしたらキルできるのが原田は畑迫になってるって場面ですよ。原田畑迫ペコラの剣を極めし者なら自分のやったことに責任を持つんだ。そうだ。そこらしくないぞ。生倉なのよ。今回はマジで覚えてないアドミンを見てただけだから。生倉なのよ。覚えてないアドミンを見るってすごいな。して意味わからんだろう。覚えない。アドミンの本当に意味わかんない。じゃあタスクもせずにアドミンを見ほうけてただけってことですか、原田さん。左下をダウンロードやり忘れたなって言って出てもう一回入って。じゃあもう何もしてないじゃん。え？あ、全票入ってんの。多分だから畑迫原田とかな気はしちゃうけど、畑迫原田、回転切りが決まっ畑迫かな。にお前が犯人か。直しました、直しました。ああカメラ見てる人がいる。1回しか使えねえんだ回転切りは。あ、畑迫、あ、びっくりした。よし、おお、むつさんがお亡くなりになってる。死人は多分砂ザメさんはできないかな。ザメニキが米サボ直してるでしょ、うん、そうですね。ザメニキが米サボの部屋の中で最後ダウンロードしてる、うん、砂ザメさんと誰が直してたのあれ。僕竹を砂ザメ、あ、米サボ3人いましたね。で何いた、あの米サボ中に俺犯罪者の気持ちを知るためにずっとアドミンを見ほうけてみるってやつをやってたんだけど。あ、そういうこと。あ、俺が3人目として入ったけどすぐ出た。出たね、3210になって。1どこだった？1ってどういうこと？1ではそのあの、アドミンの1どこだった？アドミンの1で他は昇降機ミーティングに登ったやつがいて、であとね右にね点点点点って4箇所ぐらい1人ずつ入ってる人って いるやつがいて、7個がずっとカメラ見てたんじゃない？カメラはいや俺じゃないね。コミサボ治る前からずっと見てて、コミサボ治った瞬間にエンジンを左から右に寺蔵さん、竹雄さんの順で移動してて、竹雄さんとはメインとメインのエレキメインの8号で出会ってます、最後。コックピットに一瞬一人入ってすぐ出てったやつがいる。入ってない。ああ、つなダメだ、多分それ。あ、ダメ行きか。うん。あ、最後はつなダメ。つまり誰だよ。つまり、右側に点点点が死体になっちゃう、無痛さんがいたんだろうなって思っちゃう。砂寺たけは無理、うん、砂寺たけ寺たけ無理で、で砂さんが一瞬入ったっていうのを当てた魔王も弾く。てかそもそも俺も米サボの中に入ってきてるので、左側の人が難しいって言うんだったら多分7個も魔王 C も同じ条件だと思います。だからまあ前の容疑で畑迫君も一応容疑地に入ってるから、ちょっと今回原田さんが容疑者になってるはずじゃないですか基本的に。で僕がかなりコミサボ前から
そのカメラを光らせて聞いたことから僕は切れないと思ってっていうかね、原田に切ってね、うん、多分あのキル数だったらほぼ確実に侍の一発切りじゃないですか、うん、このキル起こしてるのって侍が落ちてるな、くの市だと思うので、くの市だったらどっからでもキルできるっていうので、うん、確かにね、最初の2秒とかでもうキルできるから、あ、そうそうそう、もう何の情報もないっていう感じかなと思う。まあ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 、あたしさんはでも原田の情報というか被害者の情報めっちゃ出してるからし。あたそこか、お前か。あれ、あたそこお前か。なんか連打してねえかお前。あたそこなんか連打してなかった今。え、それは。どうさこ。わしは若っぴきじゃ、死ね。頼む。やっててくれ。なるじゃ。まお七個かけよ。あたさこが死んでいる。あたさこが死んでいる。マオ、七子竹雄の順に。ごめん、あの最初にさ、停電中にミーティングいた人誰？俺かな？あ、俺です。マオとすれ違ったよね、ミーティングで。ミーティングのどこですれ違った？ミーティングの左真ん中ぐらい、左の4分の1ぐらいのところ。じゃあ俺じゃないよ、それ。すれ違った。いや、マオとすれ違ったよ、俺。ボタン下ぐらいのイメージがあったんだけど。あ、そこら辺かな。ちょっとごめん、俺も記憶薄だけど。それ、ハタサコってこと。ただ、今回。なのかなって。いや、違う、ハタサコではない。あ、違う？ミーティングルームで、マオとすれ違った後、ミーティングに上がってくナナコとすれ違い、はいはいはい、エンジンルームに降りて、メインホールシャワールームって来て、シャワールームあたりで竹雄とすれ違ってるから、俺視点はほぼほぼ今回七子がボタンを押してることからも、マオ七子はミーティングルームにいるんだろうなっていうことで二人白はじきしていいと思う。ちなみにシリフです。おお、おかっぴき、リフかっぴき、おかっぴきです。おかっぴき信じれるかな、このタイミング。微妙だけど、大体俺は原田を釣ってんだぞ。ああ、そうね、原田に言うとこ一枚出してるね。いや、ここからまた陽子ケアもしなくちゃいけないのがめんどくさいな。もういや、陽子一回落ちたと考えた方がいいと思う。疑われ合い、うん、とりあえずインポスター倒さんと。あ、うん、だったら今一路しかいないはずだから、寺蔵にどっちか切ってもらうが一番いいんじゃない。あ、そうね、うん、あ、寺蔵さん、あ、じゃあもうこのタイミングなんでベイト使用します。ベイトです。え、はい、ベイト、砂ザメベイトです。残念でした、僕がベイトです。釣りでいいよくない？ああ、なるほどか。まあまあまあ。じゃあ砂竹のどっちかにインポスターがいるから、ヨコは、ヨコが生きてる可能性はあるのか。さっきのキルは、そっか、竹テラ白、砂で白取ってるはずだったけど、もう、区内だったらわかんねえのか。そうだね。で、かつ、そう、今回の停電直したのが一応砂ザメですという感じの。あんま役に立つか分からない情報。まあ、でもベイト CO が今競合してるから、この2人のうちだ。逆に言うと、マオナナコは陽子のみ。いや、キリが安定だよ、これは。うん。それはそうだと思う。まあ、どっちかっつって、寺蔵さんがキリして。いや、違う。分かった分かった。あの、砂ザメさんが陽子の可能性あるから、はい、寺蔵さんに砂ザメさん切ってもらって、終わった後に鬼傷が一番安定のはず。砂さんは来るしかないね。じゃあ、スキップで、はい、左で。あー、ごめん、あの大事なこと忘れてた、大事なこと忘れてた、あの区内でやられちゃう、区内でやられちゃえば、それがありえるか、そう、え、それがありえるか。まあでも、あのベイト仕様が、レレレ、あれ、あれ死んでる。おお、いや、大事なこと言い忘れてたわ。区内で殺せんだ。そうだね、区内で殺せるわこれな、別にな。じゃあ竹雄や。ただね、これ終わってないってことは、ないってことは陽子でしょ。陽子じゃない。
陽子だったら終わるんじゃないの。勝利条件見出した時点で。あれっていうか砂亀さんベイトなのになんで七子が通報してんの。本当はベイトじゃないよ。ベイトで発動はしなかったから嘘ついてたかの、うん、嘘通報されないからベイトではなかった。終わってないからインポスターがこの中にいる。あ、砂亀さんは嘘をついていたから陽子。じゃあ寺蔵さんのおかっぴきが一番何信用できる。砂亀は嘘をつ、あ、これやらかす、やらかしそう。ちょっと直しってなんか米サボ直したっけ。と俺停電直してる、停電直してる。本当本当本当これわかんねえ。砂亀さんベイトがこれ嘘ってことでいいの。七子はどこでこれ通報なの。エンジンで死体が倒れてるところを見た。俺も見たので通報してるんで、砂亀さんのベイトは嘘だったので砂亀さんは人外。あ、そうなのね。あ、はいはい。あ、砂亀さんは陽子が確定でいい。嘘ついてるからベイトではなかった。じゃあ竹雄でいいんじゃない。さっきの殺害がだって砂亀さんができないんだから。じゃあこれは画像が7個に白出してるから、そうか。じゃあ真央くん釣ります。これはじゃあそうね、ヨウコおるな。これなヨウコおらんや。なんで、え、砂ザメが嘘ついてたんだったら砂ザメヨウコなんじゃないの。ここになるしかないで、終わってないからインポスターは一どうしても連れてるから原田で連れてる。ちなみに俺はエンジンの一番左にいて真央がよ横にいたでしょ。俺が少ない撃ってたら真央に当たるはずだから砂ザメさん殺せないよね。真央くん殺せない。真央くんに入れたよ僕は。ヨーコに語りかけてる。ヨーコに、ヨーコに語り、ナナコだ。ああ、砂沢からもらえ。ヨーコに語りかけている。ナナコだ。マオクに入れたよって言ってるって、ヨーコに、え、しかも、なんか、何、どういうこと。みんな投票してんのに終わらない。投票してんのに終わらない。バグっちゃった。誰だの。何なんですか。誰が残ってるの、これ。もしかして生きてる。砂沢さんの意志がまだ残ってる。もしかしてどういう状況これ。なんでまずこれ、え、でもこれ続くんでしょ。これなんどういうことだ。どういうことどういうことなの。ぶっ殺せばいいのか。ぶっ殺せばいいのか。ヨーくん陣どこがいたとしても終わるんだよな。テラゾーが浮かびであるから死んでるしかない。竹雄くん殺して。殺せ殺せ殺せ。殺します。竹雄お前を殺す。待て。オッケー。はい、そんなに。はい、そんなに。あ、バグってた。ちょっとバグってた。そういうことだね。よかった。バグってた、バグってた。分かんなかったよ。なんで終わってねえんだ。なんで終わんないんだろうと思って。あの俺とか何人になってるか分かんないけど、俺目線トリッピーがなんか生きてることになっちゃってて、それでバグってたんや。なるほど。だからか。あ、そうか、確定しないか。そしたら。いやでも謎すぎて。気持ちよかったわ。快適に。三回じゃなかったな。あれ気持ちいい。そう。三キルやばすぎマジで。すごい。え、どんかい。回転切り。今回は。が発動したのかやっぱり。多分広い。僕から無痛さんぐらいの距離までは届いた。あ、結構届くね。じゃあ、まあ結構必要的な範囲。どこで死んでんのこれ。キッチン。キッチン。キッチンの。キッチンに弱あったってこと。まあキッチン。キッチンに弱あったのに原田はアドミン見逃したってこと。そうなります。そういうこと。容疑者からさ、原田。あれ？こら。まっとうな、まっとうなコラー出たぞ。さあ、何も気づきっすね。いって。やめろ。あ、いって。当てられた。あ、当ててたじゃない、今、提督。やめろよ。今の何、提督。おい、何やってたんだ、お前。提督、いけろ、いけろ、何。勘のいいガキが。疑われてるよ、提督。右から左に流してほしい小話があるんですけど、寺蔵さんがシャワータスク、体洗い流すってやつやってた時に、下に行ったら、棒立ち提督がいたんですよ。棒立ち提督、確かに。でもね、大西って棒立ち。メインホールから左にひたすら区内投げてた可能性が。いや、棒立ち、ある、またの名をくのいちかもしれない。おお、うまい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 って。ちょっと、ピンが踏めてるだけ。流すぞ。やばい。ああ。ああ。
可能性2択、左から誰かに区内に撃たれて死んだパターン、もう一個のパターンはフルコンさんがやばい奈良子がオリジナルソングを流す逃げろって言った瞬間に弾けたから岡っ引きで自爆したか、どっちかです。俺岡っ引き自爆だと思いますけど、岡っ引きいるなら出てきてほしい。まあ当たりだね、当たりよ、ほんとじゃあ一旦ずっとく、なんでなんでなんでいや区内はない。え、マジちょっとあの区内掛け合わせをちょっとはおとさこ、じゃあね、え、じゃあね、入んないな、入りすぎから、えー、はい、これはあのこれ区内、区内でやられました。ああ、これ区内だ、ベイトです。これは区内で呼ばれて、ベイトで呼ばれたね。区内竹尾説を押したいっていう、あの砂ザメさんが、砂ザメさんが区内で殺しました。じゃあ、あのちなみにすいません、あの前のターンにハタサゴから俺ベイトだよって言われてます。区内の遠距離攻撃でもさ、遠距離攻撃であのトリッピーとナナコさんが女性室にいて、フルコンさんとメインの中央ですれ違ったんだよね。でその後ろをぴったり滝尾くんが追っててっていう形を見て、自分は通信室の方に行ったので、おそらく昨日の話はそういうことだったんだろうなっていう。お前が里を抜けたものか。抜け人？抜け人か。抜け人ですか？抜け人です、ね。抜け人だろう。トリッピー。女に勘のいいガキめ。えだか俺には何本の区内が刺さってるんだ。お前には2本刺さってるよ。いやでもこれ以上区内を刺さることはないよ、トリッピー。安心して。よかった。もう大丈夫だ。まだ今右手に持ってるやつがいるから、かからそいつがやるよ。ハタサコも死んでんのか。残念でしたね、竹尾さん。こいつ。ヨーコンもいるから。今日大量キルする予定だったね。まだヨーコンも。確実に重ねたんだ。いやでもトリッピーいけそうやった。もう無理よ。いやいやいや、最初の1回で勝て。終わったな。マグロいって草。もう早くボタン押せや。マグロも。あ、え、嘘。これ味方も。お、そんな。助けて。使ったりすることないやろ。うわー、当たった。お前さ、一番危ねえ。集まんなよ。とりあえずフルコンさん集まってたんだ。俺ボタンだよ。今回ベイトじゃない。あ、またなんかやったのかと。これはさすがに侍かな。ベイト行ったの。ななこさんが。ベイトは僕です。ななこさんがアドミンの方に走ったような気がする。武器庫とか左下の方だと思う。停電を集まって直してたんやろう。展望で。あ、そういうことか。じゃない？ここか。停電直したんですか。停電僕直したよ、貨物で。竹尾侍が展望デッキで。竹尾侍。ごめんね、それやってる可能性あるよね。それの方がありそうだな。刀なんて古いもん使わないよ。え、あれは AK だから。おいけ、僕を殺したら。僕 AK だから一発で殺せんだよ、ムツさん。怖いよ。マジで死ぬやつ。止まっちゃうからとかだ。六キルごめんじゃん、もう。これボタン押さなきゃいけないんだよね。竹尾くんが6キルだったのか。おい、味方殺すなよ。味方も切れちゃったもん。切られたよ。原田ごめん。いっぱいいたけどね。範囲広すぎだろ、お前。MFI あんのこれ。MFI あったわ。締めと思ったの。